もできるんですかって言われがちな平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。日頃から鍵盤ハーモニカとかギターばっかり触ってるようなイメージがあるんでしょうけども、一応調律師なんです。ピアノ調律もやっております。そんな、今日は調律の話なんですが、うちのお店の店頭、どこのお店でも売ってると思うんですけども、月刊ショパンっていう、ピアノが中心 の月刊誌があるんですけども、それの今月号6月号ですねがこちらにあります。羊と鋼の森っていう映画、皆さんご存知でしょうか。こちら6月に公開される映画なんですが、調律師がテーマになってるんですね。その、羊と鋼の森の、特集の記事と、調律師の仕事ってこうなんやでみたいなことが載ってる、特集記事が載ったショパンっていうのが今発売されております。なんか表紙だけ見るとね、本当映画雑誌みたいな感じですが、結構ね面白いことが書いてあります。もちろん映画のことも結構触れられていますし、調律師の、仕事のこととかもかなり取材されています。どうでもいいのになって思うことまでいっぱい書かれてたりするんですけども、例えばですね、その調律師の道具の説明とかね、こんな感じで仕事をしてますみたいなこととかね、なんかそんなことが、ワンサと書いてあります。こんなん読んで何の役に立つんかなってちょっと思うこともあるんですが、調律のことがもし、少しでも興味があるっていう方は読んでいただければ、なかなかこういうのまとまった機会ってないと思いますのでね、いいんじゃないかなと思います。ちょっと中身はね、一応著作権の関係でお見せできないんですけども、興味がある方はぜひお手に取ってください。あと、ざーっとさっき見てみて、僕の名前もね、2ミリぐらい載ってるんですよ。記事じゃないんですけどね、よければお探しいただければと思います。というわけで、月刊ショパンの6月号羊と鋼の思い出の特集記事が載っておりますよという動画でございました。はい、というわけで本日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。